おはようございます。広島県福山市伊勢ヶ丘を語る上でね、欠かせない店がこれですね。まあマイショップと言われて親しまれてきて40数年、このマイショップって言われる前は生協 COOP があったみたいですけどもね、でこのコンビニエンスストアって書いてあるでしょ、もう今年の3月に閉店したんですけども、看板を外してからも、マイショップっていう看板を外してからも、大鳥ストアという名前でね、お一人で、ご夫婦か、ご夫婦で、細々とやってらっしゃったんですよね。私もこのね、味のあるスーパーが好きで、この街に来てからしばらく通ったもんですけども、今なくなっちゃって非常に寂しいなと思っております。で、以前、隣は布団屋さんだったように記憶してますし、2階はね、書道教室とかがあった、まあ、会館だったんですよね、地域の。で、このマイショップはクリーニングもあったりドリンク売っていたりね、中では一通りスーパーと言われるものが揃ってたんですよ。だから今でいうコンビニみたいな感じのところで、まあ、夜8時には閉まっちゃうんですけども、まあ、すごくね地域に支えられて、夏祭りの時にはここからねいろいろと便宜図ってもらったりとかして、でポストもあるんで、ポストは今でも稼働してるんでね使わせてもらってますけど、で、バス停もついたんですよ。途中でバス停もついてすごく便利になったんですけども、まあ、お店の方はね、お店の方が高齢になっちゃったってこともあって、だんだんこうやらなくなってきちゃったんですよ。でもね中入ってみたら、しばらくね中入れたんでちょっと入らせてもらったんですけども、対面のキッチンがあったり魚の加工場があったり、結構ね活気豊かなお店だったんですよ。で、なんですかね、オープン記念にはなんか綿菓子を子供たちにね配ったりとかしたり、なんかすごくね思い出深かったですよね。で閉店間際にいろいろとね店にあるもの在庫一掃セールしてたんで、私もねがっぽり買っていろいろ使わせてもらってますけどもね、まあ、こうやってなくなってみると寂しいですね。写真の現像とかもよく私来たもんですけども、はい、で広島県福山市伊勢ヶ丘、この地区にお住まいの方ならどなたでもご存知だと思います。懐かしいな。よろしく哀愁。行ってきます。